さあ今月の FoxyMusic は、えー、12月ですね2013年の最後の月になりましたが、えー、メリーーススカスカパート1 1988年ファンキーキングが歌うこの隠れた、えー、個人的名曲 <laughs> お送りしたいと思いますこれね探してました本当に、えー、20年ほどブランクありましたがようやく探し出しました見つけました <laughs> バラチン見たくなってますけどシンスケのモノマネできたらもっとよかったんですけどできなかったんです,すいません。えっとあのこのファンキー・キングが歌うこれですね私最初まあ来てれず外国人が歌ってるんだろうと思ってたんですなんかこうまあヨーロッパ系かアメリカ系かわかんない、まあ、もしくはイパクサ的な <laughs> 人が歌ってるんだろうとずっと思ってたんですが、まあ、実は国内だったんですね。あのジジーーザス・ジョーンズえー、っと 戦場のピククニックやる頃4月ぐらいか今年の4月ぐらいに探してた時にこれは同時に判明したんですけどもともとですね、えー、無意味ダス、まあ、何回もこのラジオの中でお話ししてたと思うんですけども関西ローカルでやってた無意味出すというのがあって。 でそのの第1回目の放送1999年ちなみに、えー、ニコ動のプレミア会の皆様はこれあの第1回目フルで視聴できるんで「無意味出すカタカナで入れていただくとわ、えー、かると思うんですけどもこの無意味出すの第1回目のシーンでご飯をあの食べるシーンがあったんですね。えー、とマスタケシフルター あやりりまくささんんすすけ、まあ、生瀬久さんですねこの3人がえいたと思うんですけどもそこのシーンでバックでかかってた曲 <laughs> バックであのかかってて、まあ、そのご飯のシーンというのが。 えー、セリフは最初ないんですよねもうだから余計に、えー、この「ファンキーキングのメリースカスカパート1」が響くわけなんですけども響くってほどでもでかい音じゃないんですけどなんかねあのもう音の感じからそれ聞いたの中学3年生の頭ぐらいとかだったんですけどあ面白いと <laughs> これはいいなと思って。 でうんまあ、本当にその、えー、曲自体はね劇中で疲れてたのが1分ちょっととかそれぐらいだったんですけどもうずっと残っててであの歌詞らしい歌詞もないしあのなんだワードをこうワー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 とワーワわわってほどことはないけどなんつうかな <laughs> う言っていく感じなのでもう本当のそのフレーズを頼りに。 <laughs> あーっていうのをね、ちょこ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 その曲には入ってくるんで、だから最初検索するときは、 無意味出す、えー、ターザンとか <laughs> 入れてて <laughs> どっかガイタレが引っかかるかななんてずっと20年近くやってたんですけど全然出てこずでまあそんな時にちょうどまあジーザスジーザス・ジョーンズの曲を探す時にまあ前もそれお話ジーザス・ジョーンズの回にお話ししたと思うんですけどアプリで、えー、音を、えー、聞いてなんだステレオのところにこう。 持っていくとその音声で楽曲のタイトルと、えー、アーティストを出せるっていうのがあったんでもともとはあのそれきっかけでジーザス・ジョーンズさあ出たとなってじゃあこれはあのファンキーキングのこの曲もいけんじゃないかと思って、まあ、当時はファンキーキングなんてまだ思ってなかったんでこの曲もいけるんじゃないかってことでいろいろやるんですけどいかんせんあのドラマのワンシーンのバックでかかってる音声なので音声がちょっと 小さめ <laughs> 認識できてないっていうのがあって困ったなと思ったんですけどやっぱりなんかあの呼ぶ時は呼ぶというか一個これでジーザス・ジョーンズがやっとわかったってなったらその次もこう波に乗るんでしょうねきっと。前から中村佑二の声に似てるなとは思ってたけどもまさかうんそんな日本人が。 歌っっっててるとも思なかたんででもまあこれを機会にちょっともう一回前からちょっとちょこちょこは検索してたけどもう一回改めてやってみようと。でこの「メリースカスカパート1」これよく聞いてると歌詞の中で「いけ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 って言ってるから「いけ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 」ってこれ日本語日本語じゃないかと思ってそうするともうんかもうエンジンかかるんですよね。 で、えー、中村雄二で検索していろいろ言ってるとあ「ファンキーキング」っていう名目で名目っつうかねあのなんだろうな、まあ、コーネリアスみたいな感じと思っていた,だいたらいいと思うんですけど「あのファンキーキング」という名義で、えー、当時1988年アルバム確か出してたんです。で私も ファンキーキング自体は知ってたんですよね <laughs>。でも、まさか、そのファンキーキングがアルバムの中でメリースカスカパート1を、これを歌ってるっていうのは気づかなかったんで、よくよくこう探していってるうちにアルバムの中に、タイトルらしいものを見つけて、で、まあ YouTube で結果出して間違いないと <laughs>。それでまあ賞賛が見えたという流れだったんですけど、 この,あの、まあ、中村雄二なんですけどねもともとパントマイムとかあそういうのをやってたりとかしてて、まあ、この曲の特徴としては急に怒り出すって <laughs> ちょい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 怒り出してもうあの決定的だったのが「俺の弁当食ったの誰だジーザースっていうことを言うんですけどもそれはねあの ウィミダスのコントの中ではまだ使われてない部分だったんでよくよく聴いて <laughs> も,うもうホクソイムって感じだったんですけどあとはまあソラミミエゴです、ね、これはあの、えー、メリースカスカパート1というよりは、えー、ファンキーキングが歌う「ファンキーキング」というタイトルのやつがあってあれですねあの、えー、ジェームス・ブラウンのやつの、えー、セックス・マシーンの曲で。 ギロッポン、ヒロナ。これ、ヒローナっていうのはもう、あの、六本木のギロッポンに、ヒローですよね。で、PV は完全に、ヒローでロケしてるな、みたいなやつが、これ YouTube で見れるので、見ていただいたらいいんですけども。ま、あの、今だと、わかりやすく言うと、えー、テレビチャンピオンのギャルソネとか、さかなの、えー、あだ名をつけた、<laughs> 名刺会社とリポーター <laughs>、えー、思っていただいたら間違いないんですけれどもその中村祐二っていうのはまあもともと伊藤聖子とかあの辺、えー、ですね、えー、大竹誠とかラジカルガジュビリピビンバ・システムという,うグループでユニットでやってた人なんで,でそこのつながりで、まあ、この「ファンキーキング」の「えー 歌詞とかも大体伊藤聖光が作詞してこの曲とかのプロデュースとかも全部あの、えー、ヤントミタドゥーピータイムのヤントミタですよね <laughs> これも分かりやすく言わせていただきましたけどまあ、ヤントミタが関わっているのでコミックソング扱いかもしれないけどいやいやいやコミックソングではないと私は思っておりますだってね超かっこいいんですよやっぱりあの。 えー、ダブマスター X とかがやっぱ入ってたりするんでもうダブ好きとかあにもおたまらないただまあこう遊んでる感じがまだたまらないっていうのもあるんですけども <laughs> でねその,、まあ、あのラジカル周りの話でいきますと、えー、ちょうどですねこの間あの、えー、宮沢明夫さんという今は遊園地再生事業団という、えー、演劇の、まあ、ユニットといいますか、まあ、劇団 劇団こといいももななかもしれないですけどあの演劇界の非常に、えー、重要な位置にいらっしゃる方なんですがその宮沢さんというのはもともとラジカルの、えー、コント台本とかも、えー、書いてたりとかして、まあ、もちろん中村雄一ファンケイキングも含めて、えー、大竹誠と,とかお友達伊藤聖子も友達っていうところなんですけどもあの先日本当に2日3日ぐらい前ですかね早稲田であの。 えー、青森県の専務士男リサーチの一環で <laughs> 寺山修二リローテッドこれをあの講義をやってるっていうので、まあ、私たち初期型が個人的に来年専務士男をでィソコでやるっていうのであの、まあ、これもまた個人的に無料だし久々の早稲田だったしってことで行ってきたんですけども。 まあ、ちょっと話それますが私あの宮沢さんのワークショップ昔参加しててで10年以上ぶりぐらいとかにお目にかかったのかなそしたらあの論言に戻ってたんでなんかちょっと嬉しかったです <laughs>、まあ、余談でしたがでその,あの宮沢さんがあの「ひねみの商人」という、えー、岸田議局長を。 昔え93年ですかね、えー、撮ったやつをまた再演するということなんですがまたそのひねみの証人再演にファンキーキングこと中村祐二が出演というのがあってこれはなんという巡り合わせだと。もともと今月はまあクリスマスだし、えー、ファンキーキングを取り上げようと思ってたんですけども、まあ、偶然にもこういろんなことが。 重なって、えー、宮沢さんに久しぶりに会ったと思ったらあ中村雄二が <laughs> 次の、えー、春先ですかね公演、えー、出演するっていうのでこれはぜひ見に行きたいなと思っていたんですけどもまあそれにしても本当にこの曲もかれこれ本当20年ほど、えー、頑張って探した甲斐がありました。私本当に、ね、この曲全、まあ、編聞いてもやっぱり お気に入りです、ね、うーんあの CD とかまだその原版が手に入ってないのでいずれはあヤフオクとかで <laughs> ヤフオクじゃ,なくじゃなくても手に入るかもしれないんですけどもちょっと手に入れたいと思います。YouTube でも「メリースカスカパート1」とかって入れると出てくるので是非、えー、聞いてみてはいかがでしょうか